ちは。本日もフィットチャン&セル TV をご視聴いただきありがとうございます。今日はランドセルがお手元に届いてから実際に背負ってみるまでに気をつけていただきたいポイントについてご紹介いたします。はい、まずは、ランドセルの化粧箱を開けたいと思います。はい、ランドセルを化粧箱から取り出していただくとこのような状態になっております。はい、それではまず、肩ベルトをこのように外していただいて、ランドセルの蓋、かぶせの部分ですねの、厚紙と、ビニールを外していただきます。はい、このような状態になりますが、まずですねこちらの下ベルトがですねこのような状態になっておりますが、肩ベルトを装着する際はこのようにくるっと反対側に回していただきます。そして肩ベルトを通していただきます。この際に標準的な体型のお子様の場合は上から2つ目の穴をご使用いただくことを目安にしていただければと思います。このように肩ベルトをセットしていただきます。まずはこの上から2つ目の穴で準備した肩ベルトで実際に背負ってみていただいて、その後にお子様の体型に応じて調節いただければと思います。このように2つ輪っかがありますが、こちらの輪っかを下の方ギリギリまで下げていただくとより綺麗にランドセルを背負っていただくことができます。冬場は厚着をされるかと思いますので、肩ベルトの長さも調節していただくことをお勧めします。小学校1年生の場合は平均的な体格のお子様で上から3番目の穴をご利用いただくといいかと思います。6年生のお子様は平均的な体格のお子様で上から6番目の穴をご利用いただくのをお勧めしています。お子様の体格の成長に合わせて、定期的にチェックをしていただき肩ベルトの長さを調節してください。はい、それでは、具体的にどこをチェックしていただきたいかということをお話しします。まず、背負っていただいたときにこちらの上の部分ですね、こちらの部分に隙間ができないようにきちっと肩ベルトがフィットしているか、そしてランドセルの高さはここのランドセル本体の上の部分が肩ぐらいの高さになっているかどうかをチェックお願いいたします。ランドセルと背中に隙間がなくフィットした状態で、さらにランドセルの高さが肩の位置に合っている場合は自然な姿勢が保てます。逆にランドセルの位置が低い状態ですと重心が下に下がるので前傾になりやすいことにつながりますので、そこの高さについてはチェックをお願いします。それからこちら背中につきましても隙間がある状態ですと歩いている状態の時にランドセルが左右に振られやすく、こちらも体に負担になりますので、ぜひフィットしているかどうかをチェックをお願いいたします。実際に背負って最後にチェックいただきたいポイントですが、肩ベルトがこのようにこの状態ではなくこの下から出ているようになっていることをチェックしてください。この方が美しくランドセルを背負っていただけます。はい、本日はランドセルがお手元に届いてから背負ってみるまで、それから正しい背負い方についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
すでにランドセルがお手元に届いた方や現在ご使用中の方もぜひ参考にしていただけたらと思います。インスタグラムとツイッターはフォローの方、YouTube の方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。